シズンのラベルプリンターでラベルを出力するためのラベルのデザインの方法をご説明します。今回はバーテンダーという Windows 上で動くソフトを使用しますが、これはシズンのラベルプリンターを購入されますと無償でお使いいただけるソフトになります。プリンター同梱のクイックスタートガイドにダウンロードできる場所が書かれていますのでご参照ください。お分かりにならない場合は、シチズンシステムズの技術サポートにお申し付けください。その際、製品の機種名とシリアル番号をお知らせください。では、バーテンダーで簡単な食品ラベルを使って印刷する方法をご紹介します。この機械にはすでにバーテンダーをダウンロードしてきており、インストールされています。バーテンダーを起動するには、Windows メニューのバーテンダーの中にバーテンダーデザイナーというものがありますので選択します。画面中央にこのようこそのウィンドウが表示される場合、ここから始めても良いですし、一旦これを閉じて左上の新規作成ボタンから始めていただいても結構です。いずれにしても、ドキュメントの新規作成ウィザードが表示されます。ここで必要な情報を選んでいって、適切なラベルデータを作りますが、先にちょっと悪い例をお見せすると、ここでいきなり例えば終了というボタンを押してしまっても、ラベルのデザインが始められる状態になります。ここで例えば文字を配置して、バーコードを配置して、印刷を選んで、プリンターを選んで印刷をすれば、画面で見ているようなラベルが印刷されます。しかし、ラベルのデザインの最初に、プリンターの選択や用紙サイズの選択を全くしていませんので、この場合正しい位置に印刷されないとか、1枚置きに空白のラベルが印刷されるとか、内容がきれいに印刷されないといったトラブルの原因になりますので、最初のドキュメントの新規作成ウィザードでは、いくつかの点にご注意ください。ドキュメントの新規作成ウィザードの一番最初、空白テンプレートと選択されていますが、これはこのままで良いので、次へを押します。次に、プリンターの選択になり、これは重要なポイントになります。最終的に印刷をするシチズンのプリンターを選択してください。ここで出力したいプリンター名が表示されない場合は、プリンタードライバーがインストールされていませんので、先にプリンタードライバーをインストールしてから再度お試しください。プリンターを選んで、次へを押します。次にカスタム設定をしてとありますが、これはこのままで良いので次へ押します。次のページあたり一つのアイテムもそのままで次へを押します。次からは実際にお使いになるラベルの大きさが重要になってきます。例えば、今、このように台紙の上にラベルが載っていて、例えばこのラベル部分の横幅が100ミリ、高さが150ミリのラベルがあったとします。このバーテンダーでの指定の方法ですが、今ご覧いただいたように台紙の上にラベルが載っていて、両脇に未使用領域がありましたので、この選択肢、はい、両側に未使用領域がありますのまで良いので、これで次へを押します。次にラベルの角が丸かったので、このまま次へを押します。これは実際にお使いのラベルの形に合わせて選択してください。次にラベルのサイズですが、ラベル自体の大きさが 100mm×150mm でしたので、幅 100mm
高さ150mm。これで次へをします。これはラベル部分のみになります。台紙を含めないサイズになりますのでご注意ください。その他お好みで設定できますが、とりあえず次へを押して先に進みます。最後に終了を押します。画面左下を見ていただくと、これでシチズン CLE331J のプリンターへ出すための 100mm×150mm のラベルのデザインの準備ができたことになります。では実際に文字やバーコード、画像といったオブジェクトを配置していきます。文字は画面上部の A のボタンを押し、通常を選んで画面のラベル上をクリックして配置します。配置した文字の周囲でポインターを動かすと十字になる部分がありますので、十字のマークになったところで選択し移動させると、好きな箇所に移動させることができます。文字を選択すると内容を入力することができます。例えばここではお弁当としておきます。次にバーコードですが、やはり画面上部のバーコードのボタンを押し、バーコードの追加からお使いになるバーコードの種類を選びます。例えばコード128をお使いになりたい場合は、この検索欄にコード128と入力するとコード128が出てきますので、これを選択します。文字と同じように画面のラベル上をクリックして配置します。バーテンダーには例えばラベルの左右中央にものを配置する、こういった機能もありますのでお試しください。次に画像ですが、このラベルで使いたい画像として、例えば PNG ファイルとかビットマップファイル、 JPEG ファイルといった画像ファイルがあれば、そのまま画面の中にファイルを投げ込むことで配置することができます。例えば今画面上に PNG ファイルがありますので、これを投げ込んでみます。ラベル内での画像の大きさですが、配置された画像の周囲の点をつかむと大きさを変更することができます。バーテンダーではその他にもいろいろな機能があり、例えば線のボタンを押せば線を引くことができます。オブジェクトの配置のご説明はこのくらいにしておこうと思います。次にプリンター内蔵フォント、プリンター内蔵バーコードについて簡単にご説明いたします。先ほど配置した例えば文字オブジェクト選択して、左上のフォント部分を見るとフォントとしてメイリオが選ばれています。これはこの Windows の中に入っているフォントで、このまま印刷するとプリンタードライバーが画面に表示されている文字の画像を作ってプリンターに送ることになります。一方プリンターには内蔵されたフォントがあり、それを使った方が印刷が早くきれいにされます。プリンター内蔵フォントは画面左上のフォントを開き、フォント名左側がプリンターアイコンになっているもの、これがプリンター内蔵フォントです。例えば日本語のフォントはシチズン漢字というフォントになります。
プリンター内蔵バーコードも理屈は同じで、Windows から画像として送るか、プリンター内蔵バーコードを使うかという違いがあり、プリンター内蔵バーコードを使う方が早くきれいに印刷されます。プリンター内蔵バーコードを使うか使わないかの選択は、このバーコードオブジェクトをダブルクリックして現れる画面の右下の印刷方式、このボタンを押します。この中でバーコードとヒューマンリーダブル文字という表現がありますが、ヒューマンリーダブル文字というのは、普段皆さんがバーコードの下にご覧になることがあるバーコードの下の数字の部分、これをヒューマンリーダブル文字と呼んでいます。バーコードとヒューマンリーダブル文字、ここでプリンター内蔵という選択肢がありますが、これはバーコードのバーの部分も下に書かれている数字の部分も両方ともプリンター内蔵のものを使うという選択肢になります。 OK して閉じます。次に、印刷時には今作ったラベルのデザイン、これはこのまま手をつけないで、しかも内容は変更して印刷したいという場合のお話です。このラベルで言うと、お弁当という部分やバーコードの内容を変えて印刷したいという場合です。バーテンダーにはデータ入力フォーム機能というのがあります。画面下のフォームというところをクリックします。これが印刷時に表示される画面の土台だと思ってください。画面左側にテキストとバーコードのオブジェクトが見え、それぞれ広げると先ほど入力した内容が見えます。これを画面上に引っ張ってきます。とりあえずお弁当を画面上に引っ張ってきて、このまま作成してみます。バーコードも同じように数字を引っ張ってきて画面上に作成します。位置を整えて、まず上の項目、このデータの入力というところをダブルクリックして、ここをとりあえず商品名としてみます。下の項目名は、では商品番号としてみます。お弁当となっている部分の初期値ですが、これをダブルクリックして、左側のデータ入力、この規定値というところをサンプルデータの使用というのをとりあえず選択してみます。同様に商品番号もダブルクリックして、左側データ入力、右側の規定値のところでサンプルデータの使用を選択して閉じます。次に、印刷する段階で複数枚印刷する可能性があるとして、左側のコピー数、これを画面上に引っ張ってきます。そのまま作成します。項目名は今回は印刷枚数にします。これらの名前は自由につけていただいて結構です。値の初期値は今回は、例えばデータ入力の規定値で指定値の使用のままにして、その下の値を例えば1にしておきます。これ以降はもうお好みですが、例えば位置を整えて
上下で意味が分かれるので、例えば線を選んで線を引いてみます。最後にフォーム全体が大きいですので、フォームの背景を選んで端を掴んで適当に小さくしてみます。では画面下のテンプレートを押してラベルのデザイン画面に戻り、印刷を試してみます。印刷ボタンを押し、印刷を押します。通常ここですぐに印刷がされますが、この場合は先ほどの入力フォームが表示されます。適宜商品名を、例えばここで幕の内弁当としたり、印刷枚数を5枚にしてみたり、つまり元のデザインを壊すことなく内容だけ変更して印刷できることになります。また印刷前にどんなラベルができるのか画面で確認したい場合は、ここで印刷ボタンを押さずに隣のプレビューボタンを押します。やはり先ほどと同じような入力フォームが表示されますので、お弁当の代わりに幕の内弁当と入力してプレビューを押してみます。画面上に実際に印刷されるラベルのイメージが表示されます。これまでやってきた内容をより現実的にデザインすると、あらかじめ作っておきましたが、このようなものができます。配置してあるオブジェクトは先ほどやった内容とほぼ同じですが、唯一違うのは複数行の文字列を書く場合に、文字の通常ではなく通常の折り返しというものを配置したところぐらいです。この通常の折り返しを選んだ場合は、好きなサイズの箱の中に文字列を流し込むようなイメージになります。このラベルフォーマットを印刷しようとすると、やはり入力フォームを設定しており、今回は消費期限日時、加工日時、価格、これらが変更できるようにしています。ラベルの高さも実際にプリンターに入っている50ミリに合わせています。これを実際にでは印刷してみます。印刷がされました。今回の場合、この豚生姜焼き弁当、この商品名部分は印刷時には変更可能にはしていませんでした。このラベルフォーマット自体を複製して、豚生姜焼き弁当というファイルと、別の商品には別のファイル、例えば幕の内弁当というファイルを準備しました。つまり商品名は印刷時に変えるのではなくて、別のファイルを用意してそれを使う、印刷をするときに例えば日時や価格だけを変えて印刷するといった運用の仕方もあるかもしれません。以上がバーテンダーによるラベルデザインの方法となります。
最後にシチズンが無償でご提供しているこのバーテンダーですが、バーテンダーのウルトラライト版というものになります。バーテンダーはシーガルサイエンティフィック社というシチズンとは別の会社によって開発されており、エディションと呼ばれるいくつかの種類があります。優勝版のバーテンダーには例えば CSV ファイルや Excel ファイルを直接データとして使用したり、印刷を自動化させたり、そういった機能があります。なお今回の動画ではこのバーテンダーの使い方を簡単にご紹介いたしましたが、シーズンでは通常優勝版無償版を問わず、このバーテンダーに関してのご説明や技術サポートは行っておりませんのでご了承ください。詳しくはバーテンダーの画面右上のヘルプをご参照ください。